開催最後の重賞競争です。第26回東京ジャンプステークス JGC3110m14頭、出走メンバーをご紹介します。1番アイシンクローバー496kg マイナス12、黒に並べる 61kg。 2番ゴッホーメンス468kg マイナス6、障害重賞はこれは初騎乗です。井上の式60kg。3番ジューンベロシー468kg プラス2、高田純60kg。4番ニガバッケ534kg マイナス2、バッケが60kg。5番バレッタカズマ506kg同点なし、この時代ですが60kg。6番ゴールドゥーペイン504kg同点なし、重賞初騎乗空気坂口智康60kg。7番ゴーユーグレー494kg マイナス18、小松かやか60kg。8番中野のカーズ522kg プラス4、金子美月60kg。9番ロスト502kg マイナス2、草野太郎60kg。10番ブラックボイス520kg プラス2、石森新一60kg。11番サクセスエース496kg増減なし、上野翔60kg。12番ルーボー514kg マイナス8、中村正幸60kg。13番ベイルネグラ492kg マイナス2、五十嵐俊介60kg。14番オールザワード470kg マイナス2、森一和が60kg。今年の第26回東京ジャンプステークスには以上14頭が出場します。今日ホームストレッチに設けられている4つ連続障害のうち3号障害は第1区画となっています。幅 1m65cm、 普段よりも大きい障害、そして4号障害も大きな人となりました。普段よりも大きい幅 2m の障害です。Thank you.